皆さんこんにちは、クレアンズ桜子チャンネルのママです。今回も動画をご視聴くださりありがとうございます。皆さんね、ハロウィンはどういう風にねお過ごしになられましたか？クレとね桜子もこういったねフォトスポットでハロウィン気分をね味わってきましたよ。最近ね本当にね寒くなってきましたよね。いよいよね富士ドッグが近づいてきたということで、会場のね寒さとかね気になりますよね。犬黒さん曰くね、やっぱり夕方以降は結構ね気温が寒くなるということなので、ダウンがね必須かなーみたいな感じでね発信されていましたね。皆さんね、ぜひ防寒対策などもねしっかりねしていっていただけると快適にね過ごせるかと思います。富士ドッグね初めての開催なので、皆さんねご不安な方とかもねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、詳しい情報などねまとめてね犬黒さんのホームページでチェックしていただけるとね、とてもね分かりやすくねご覧いただけると思うので、ぜひ皆さんね事前にねチェックしてみてくださいね。タイムスケジュールなどもね結構ね細かくね刻まれているので、そちらの方もね見逃さないようにねしっかり把握しておきましょう。当日はねサポーターによるね新作のキャバスーツのファッションショーだったりとか、あとはねフォトコンテストのね表彰式もありますよね。あとはですねプチオフ会、結構ねたくさんね皆さんね開催されるということで、こちらもね皆さんね楽しみながらね参加されてみてください。集合写真もねうっかりね忘れてしまいそうですよね。気をつけてないとね。あとね個人的に一番気になってるのはね入場方法というか、車でね我が家はね向かうので、車で行った時にねどのようなルートでとかね、あと会場にね入る方法とか、そちらの方とかもねしっかりねチェックしておきたいなっていうふうにね個人的には思っています。あとねサポーターはねそれぞれね富士ドッグのオリジナルのね名刺を持ってるので、ぜひね皆さんねそちらのね名刺もゲットねしていただきたいなっていうのと、あとね裏にねしっこ水かけうんちゼロっていう風に書いてあるんですけども、こちらね富士急でねマナーをね向上させましょうというねご協力のお願いです。富士急さん側もねこういうねワンちゃんね対象にした大規模なイベントの開催というのは多分ね初めてというお話だったので、今回のねイベントがね無事に開催が終わればまたね次回のイベントにねつながっていくんじゃないかなという風に思うので、皆さんねぜひねご協力の方ねお願いいたしますね。キャバちゃんオーナーはねマナーが悪い人が多いなっていう風に思われても嫌ですもんね。なのでね他の子のねうんちがもしね落ちてた場合に、ぜひね皆さんね拾ってあげてください。皆さんのねご協力ぜひよろしくお願いいたしますね。あとはですね犬黒さんのねこちらの方をクリックしていただけますと、皆さんからね寄せられた Q&A がねいっぱいね書かれております。多分ね皆さん共通してね疑問に思われていること一緒かなっていうふうに思いますので、ぜひね皆さんねこちらの方もねチェックしてみてくださいね。本当にねだんだん近づいてきましたのでね、お天気のね心配とかもありますけれども大丈夫そうですかね今回ね。我が家もね会場までね車で2時間半くらいですかね。皆さんねどんぐらいねかかりますかね会場までね。ぜひね当日はね余裕を持ってね会場まで気をつけてお越しくださいね。今回ね我が家はねサポーターをね務めさせていただきますので、会場内ね多分プラプラねうろついてると思います。多分ね YouTube 用のね動画を回しながらねプラプラしてると思うんですけども、全然ね嫌でなければ声をねガンガンかけていただいて全くね構わないので、むしろね嬉しいぐらいなので、ぜひね皆さんね見かけたらね声をねぜひかけてください。我が家ね以前から申している通りコミュ障なのでね、こちらの方からね声をねかけるっていう感じのねファミリーではないんですよね。なのでねぜひね声をかけていただいてね、一緒にね写真撮影とかもいっぱいね撮りたいなというふうに思うので、ぜひね皆さん当日はねよろしくお願いいたしますね。富士ドッグがね近づいてきましたのでね、緊急でね富士ドッグよりね動画をねまとめてみました。富士ドッグね遠くてね行きたくても行かれない方とかも、今後ね動画をねまたアップしていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひ楽しみにねお待ちくださいね。それでは今回の動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。
ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。それでは皆さん、フジドックでお会いできる方はフジドックで、また動画内でお会いできる方は動画で、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。